今が旬の、今が旬のフレンチオープン限定モデルのオーバードライブ105です。はい、重さが 260g、はい、フェースの大きさが105平方インチです、はい、結構軽い感じです。そうだね、形状はなんかピュアドライブみたいな。そうですね、ラウンドな感じで、ちょっとフレームも中圧、まあ、よく飛びそうな感じですかね。そうだね。で、まあ、コアテックス振動を止める機能が、ダンパーが入ってますね。入ってますね。今回は、エクセルのフレンチオープン。はい。黒。黒いやつですね。ね、これはブラストではないです。はい。柔らかいガットにしてみました。はい、50本。まあ、かっこいいね。そうですね。うん。黒。このまあフレームとこの黒のガットは相性がいいかなと思って、うん、勝手にこれにしました。いいじゃん。はい。珍しくセンスがいい。どういうこと？え？はい、はい。じゃあ行ってみましょう。お坊さん大変です。何でしょう？普通です。普通ですか？いいね。普通。まあ普通っていいことなんですけどね。癖がないっていうことでしょ？癖がなくて。うん。なんだろう、このスペックと、まあ、本当によく合ってる感じの打感、軽めで合ってるっていうのは、この軽めで球が飛んでくれてるから、そのあれでしょ、途中級とか、はい、女性でも、うん、扱いやすいです、うん、扱いやすいっていうスペックだよね。軽いんですごい振りやすいですし、バランスが340なんですけど、あまり頭も感じないの？感じないです、ジュニアとかにもいいかもね、こういうの。そうですね、ちょっとこういう厚切りで普通に振っても、これがこうブレるような感じとかもないので、うん、普通に振りやすい感じ、そんなにこうガツガツ打たなければ、うん、なんだろう、バーンって飛ぶこともないので、ちょっとこうピンかけたりとか、ナチュラルにこう振り抜くような感じであれば、うん、すごい楽にボールが飛んでくれて打ちやすいと思いますよ。打感もすごいこう手に優しい、適度なこう振動があって、うん、打ってるなっていう感じも分かるので。なるほど。まあドライブ Z と同じですからね、作りは。あ、そうです、はい、ドライブ Z の105と、そうですね、同じ作りが、スペックも同じだし、まあ、コアテックスのパーツも同じだもん、ね、うん、まあ、本数も結構少ないからね、これ、うん、売ってる本数もね、結構人と被りたくない時にはいいかも。特にあのジュニアとかってこう人と同じラケットが嫌っていう子多いじゃないですか、ね、そういうのだとこういう限定モデルでっていうと使いやすくていいかなと思いますね。ローランギャップ、ローランギャップ、いいね、かっこいいですよね、うん、黒いガットがいいね、うん、でもこれにエクセルだからいいんだよね、打球感もね。そうですね、まあ、これやっぱ硬いガット貼っちゃうとちょっと硬く、打感が硬くなりすぎちゃうかな、うんうん、ちょっと使い方的にはあんまりよろしくない、うん、まあ、ターゲットもさっき言った通り女性とかジュニアとかにやっぱ使ってもらうのが多分使いやすいかなと思うので、うんうんうん、そうするとまあガットも自然的にポリよりもこういう柔らかいガットだったりとか、あとはナイロンのものだったりとかの方がガットとしてもフレームとしても相性が多分いいと思うので。そうですね、はい。